どうもこんにちは、カジマックです。今回もご覧いただいた通りラブパーさんから商品のご提供をいただきました。思い起こせば初めて商品提供による動画のご依頼をいただいたのもラブパーさんで、その時ご紹介したのが 15,000mAh のモバイルバッテリー RPBB19 でした。こいつも本当いい商品で重宝してたんですけど、今回はこれを超えるすごいモバイルバッテリーを販売されます。今日ご紹介するのはラブパワーエクストリームシリーズ 18,200mAh RPBB26 です。これ冒頭からなんなんですけど、モバイルバッテリーって 15,000mAh あれば十分だと思いませんかね。僕はぶっちゃけそう思ってました。でも今回ご紹介するモバイルバッテリー 18,200mAh です。これなんでこんなに大容量が必要なのか。実はこのモバイルバッテリー、タイトルにもある通り3ポート同時充電が可能なんです。つまりスマホやタブレットやモバイルルーター、こういったものをね、3台同時に充電することが可能なんです。となってくると、この 18,200mAh っていう大容量が意味を持ってくるわけです。それに加えてこの RPB19 よりも進化してる部分もあります。早速詳細見ていきたいと思います。今回ご紹介するのはラブパワーさんからご提供いただきました 18,200mAh 大容量モバイルバッテリー RPBB26 です。先ほどもお話しした通り、このモバイルバッテリー最大の特徴としては3ポート同時に急速充電、トリプルチャージが可能というところです。箱の外観はこんな感じ。それでは開封していきます。箱の中身はまずサンキューカード、日本語にも対応した説明書、そしてマイクロ USB のケーブルが2本、長いのと短いのがついていて、両方とも平型のケーブルとなってます。そして本体で中身は以上です。それでは本体見ていきたいんですけど、ちょっとびっくりするかもしれません。いきますよ、せーの、イエーイ。はい、ここ何かわかりますかね。なんとこのモバイルバッテリー、残量がディスプレイ表示されるようになってます。しかも 100% 表示、これは結構嬉しいですよね。今ちょっと測ったんですけど、本体サイズは 166×81×22mm、 重さは 404g となってます。正直やっぱり 18,200mAh になると結構でかいです。本体表面はプラスチックなんですけど、指紋の目立ちにくいマットなブラックとなってます。今回カラバリは現状ブラックのみです。正面から見るとこんな感じ、パワーボタンと残量表示のディスプレイが配置されてます。で、左右とも側面と裏側も底面も何もついてないです。正面向かって天面に当たる部分、本体充電用のインプット端子、その下に LED ライト、この LED はパワーボタンダブルタップで点灯消灯します。一番左は1アンペア、その横二つは使用する機器を自動検知して最適な電流を送るアイスマートテクノロジーを搭載してます。で、その内訳がちょっとわかりにくいんですけど、こっちが最大 1.5A、 こっちが最大 2.4A となってます。はい、それでは充電してみたいと思います。いきますよ、はい、接続するだけで充電が開始されました。 iPad mini、 Xperia Z3、 ポケット Wi-Fi 305ZT、 しっかり3台とも充電できてます。で、もちろんこんな風に、はい、ちょっとごちゃごちゃしてるんですけど、もちろんスマホ3台でも充電が可能です。これね、友達と旅行行った時なんか重宝すると思います。はい、それではこの状態でどれだけ充電できてるのか、電流チェックしてみたいと思います。となりました。3台同時ならあれだけ出れば十分じゃないかと思います。で、モバイルバッテリー全てに言えることなんですけど、およそ本体容量の約 70% がこういった機器類に充電可能な数値だと言われてます。つまり 4000mAh のモバイルバッテリーなら 2800mAh 程度しか充電ができないということです。例えばこの iPhone6 のバッテリー容量 1810mAh と言われてます。
となると、4000ミリアンペア時のモバイルバッテリーだと、この iPhone 6を2回フル充電できないということです。でも RPPB26 は公式発表で iPhone 6を7回フル充電を可能としてます。これ1週間程度の旅行なら、これ1個でスマホの充電十分確保できるということです。ちなみにこの iPad mini 2は大方2回フル充電できそうです。はい、ということで今回ご紹介した RPPB26、 これだけでっかくて3ポート充電できて残量ディスプレイ搭載してるとなると、やっぱりお値段気になりますよね。今日2015年2月15日現在、 Amazon さんでの価格がなんと9999円です。びっくりしました。実はこの RPPB26、 明日2015年2月16日からセールが始まります。一応ラブパーさんからその価格は教えていただいてるんですけど、僕は十分安いと感じるお値段でした。もうすでにラブパーさんの製品クオリティも信頼してますんで、もし気になる方いらっしゃいましたら、下のリンクから明日以降ご自身でセール価格を確認なさってください。で、絶対今日は買っちゃダメです。セール始まるまで今しばらくお待ちください。今回ご紹介した RPPB26、 実はね、めちゃめちゃ嬉しい裏話があります。前にご紹介したこの RPPB19 の動画のコメント欄に、いつもお世話になってる野田さんからあるコメントをいただきました。で、その内容というのが、2A2A の2ポートより 2A1A1A の3ポート製品が欲しいというご意見ご要望だったんです。で、ラブパーさんに報告したところ、すぐに技術部にフィードバックするとのことでした。そしてなんと今回ご紹介したこの RPPB26 がその結果というわけです。しかも要望してた内容よりもさらにグレードアップしての発売です。なんかね、こういうの嬉しいですよね。ご意見いただいた野田さん、そしてこういう風に形にしていただいたラブパーさんには本当感謝です。こういうユーザーの意見を大切に考えてくれる企業さんって貴重だと思います。これからもラブパーさん注目していきたいと思います。ということで今回はラブパーさんからご提供いただきました 18,200mAh 3ポート同時充電可能な大容量モバイルバッテリー RPPB26 のご紹介でした。で、セールは2015年2月16日からです。お間違いのないよう下のリンクからぜひともチェックしてみてください。はい、今日も最後までご覧いただきありがとうございました。またお会いしましょう。カジマクでした。